青森協立病院は、青森県青森市にある病院。西京桜病院と同じく、青森保健生活協同組合が運営を行っている。2020年5月現在、科学療法外来とリウマチ化を除く、外来診療は隣接する、協立クリニックが行っている。公益財団法人日本医療機能評価、機構認定、病院評価は、サード G、バージョン2.0。 4回目、2020年2月7日、認定、2024年11月21日、認定有効期限。社会福祉法に基づく、無料定額診療事業を実施している。全日本民主医療機関連合会加盟。病院の理念により、差額ベッド料を徴収していない。受付、診療時間のご案内。青森協立病院。2020年5月24日閲覧。 病院評価結果の情報提供。公益財団法人日本医療機能評価機構。2020年5月12日閲覧。ABCDEF 青森医療情報ネットワーク。青森県。2020年5月12日閲覧。全日本ミニ連事業所一覧。青森県。全日本民主医療機関連合会。2020年5月12日閲覧。 青森共立病院概要青森共立病院共立クリニック共立クリニック概要青森共立病院共立クリニック施設概要青森共立病院2020年5月12日閲覧入院の費用について青森共立病院2020年5月30日閲覧アクセス青森共立病院共立クリニックありがとうございます